また新しいタブレットが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。ウレフォンのアーマーパッド3プロです。ウレフォンといえばですね、皆さんご存知だと思います。タフネススマートフォンでは有名なブランドになりますけれども、まあ、それがね、まあ、アーマーシリーズということなんですが、まあ、今回は箱の大きさを見てもわかる通り、パッド3プロということでタフネスタブレットですね。 で最近ちょっと前に8インチのね、ウレフォンのタフネスタブレット、紹介をさせていただきましたけれども、今回は10インチサイズの少し大きいタブレットになります。ただ、これね、結構インパクトのあるね、モンスタータブレットになっていますので、早速見ていきたいと思います。箱はですね、いつものウレフォンのアーマーシリーズの箱なんですけども、当然 IP68、IP69 系ですね、防水防塵性能もありますが、これね、厚みがまず、 すごいあるんですよ。かつ、めちゃくちゃ重たい。異様に重たい。それではですね、とりあえず、同梱品から見ていきましょうか。まずは充電器ですね。こちら、66WPD ということで、66W の高速充電に対応しています。あて充電用の Type-C、Type-C のケーブルに、あとこれですね、タブレットで、結構こういうタブネスタブレットではよく見る、いわゆる、こう、なんでしょうね。 ストラップ的な手持ちですね。やはり重たいので、どうしても落としてしまったりするケースもありますので、これを背面に固定して、こうバンドのようにね手に固定することができるというものです。まあ、こういったものはね他社のタグネスタブレットでもよく見ることがあります。でこれを付けるビスと、あとシムピンも入ってますね。あとドライバー的なね工具まで入っています。これで、ね、背面にビスで固定するというものです。それ以外は、えー、書類関係ですね。 まあこちら結構いっぱい入っていますけれども。で、あとこの端末はですね、ウレフォンのね、このユースマートっていうやつですかね。まあいろんなオプションパーツが利用できるんですけれども、こちらにも対応しています。要は接点がついてるというところですね。説明書は、まあ合ってないようなものなんですが、一応日本語に対応しています。ただ本当にこう見るところはないというかね、まあボタンの説明ぐらいしかありません。それでは早速、本体の方を見ていきたいと思います。 めちゃくちゃ重たいですね。これかなりごついです。というか、異常に重たいぞ、これは。本当にですね、ちょっと手で支えてるともう手首を痛めるぐらいの重さですね。片手で持つのもちょっとしんどい。やっぱりね、さっきのこのハンドストラップをつけないと、まあ、なかなか難しいかなという感じです。で、ここはライトになってるんですね。まあ、こういったタフレススマートフォンはありますけども、タブレットでもこの両側がね、 かなり明るそうなね、LED ライトになっていということで、これを見ただけでもかなりいかついです。それではディスプレイのペリペリに主なスペックが書かれていますので、ここで確認をしていきたいと思います。まずですね、防水防塵 IP68、IP69 系に対応しています。対衝撃ミルキ格 810H に対応していますで。あと先ほどね、あのパンフレットが入っていましたけれども、u s m a r t っていう、まあ、いろんなオプションパーツをつける設定にも対応しています。 で先ほど見た背面のライトですね。LED ライトが2つついてると。さらに HDMI のアウトプットですね。出力ができるということで、これもなかなか珍しいですね。Android タブレットで HDMI の端子がついてるっていうのは珍しい。でさらにディスプレイは 10, 10, 10インチですね。10インチで 2K ディスプレイということです。ストレージは2ごろ。で、この端末の最大の売りなのかもしれない。バッテリーがなんと。 3万3 2 8 0アン、ah、ペアワーということで、おそらく私が紹介したタブレットの中で、最もこのバッテリーの容量が多い端末になっています。だから、かなり重たいのかなというところですね。カメラは5000万画素のリアカメラ、まあ、メインカメラということです。で、Android バージョンは13ですね。ちょっと残念ですね。今14が増えていますので、ただまあ13で困ることは特にないと思います。 SOC とね、ラムの記載がありませんが、SOC はメディアテックの MT の8788ですね。これも以前に8インチのタブレットで紹介をしていますけれども、まあ、アンツとベンチマークでいうと20万点台ということなので、まあ、性能的にはね、まあ、ローエンドクラスのタブレットになっています。で、ラムも8ギガバイトですね。それではですね、ぐるっと見ていきましょうか。まずは長い方の辺ですね。 ここにですね、そのハンドストラップをはめる溝がありますね。これは以前の8インチのタブレットでも紹介をしました。あとなんかライトのマークみたいなのありますね。電源じゃないのかなライトこの背面のライトかなちょっと後で見ています。で、これはカスタムキーかな。で、こちらの短い方の辺に電源ボタンですね。電源ボタンとボリュームボタンがあるといった感じです。で、その下にタイプ C と、えっ、ー、と、イヤホンジャックですね。 こちらがもう一つの長い方の辺になります。同じようにハンドストラップの爪がかかるところと、これが U スマートですね。先ほど紹介したオプションパーツの設定がここにあります。で、もう一つの短い方の辺の真ん中にこれに HDMI と書いてありますので、ここに HDMI の出力ポートがあるということです。その隣は SIM スロットですね。で、カメラがここにありますね。で、その横にもう一つの接点があって、なんかオーディオアウトプットと書かれています。で、ここにですね、またそのなんかオーディオ関係の オプションパーツが付けられるということで、ウレフォンはオプションパーツ大好きです。それでは気になる重量見ていきましょうか。重量はですね、まさかの1キロオーバーですね。1 2 6 0ムです。そうですね、ちょうど Chromebook のね、文教モデルぐらいの重量ですかね。キーボードはないけど、キーボードが付いてる Chromebook と同じぐらいの重量です。それでは気になる厚みですね。厚みは2 3 5ミ、mm、リです。 それではですね、端末の方、立ち上げてみました。結構ベゼルはね、やはり太く残ってる感じです。最初から入っているアプリはこんな感じですね。特にゲームとか、えー、動画配信サービスとかですね、SNS とか余計なアプリは入っておりません。ストレージの方は 256GB です。初期の状態で 20GB 利用しています。 でメモリーの拡張機能に対応していますねで。デフォルトの状態でもうすでにオンになっています。で8イト拡張されていますので、8プラス8で1 6イトで利用できます。 それではですね、アンツスベンチマークやってみました。メディアテックの MT の8788ですね、スコアの方は約25万点ということです。なので、やっぱりユニソックの T の606とかね、まあ、あの辺と同じぐらいの性能なので、基本的な性能はやっぱりローエンド、エントリークラスのタブレットになっています。それではですね、GPS のテストをしてみました。こちら、メディアテックの SOC なので、まあ、特に問題はないかなと思います。 位置情報ね、取るのもそんなに時間かかりませんでした。ちなみに34個見えていて21個使っています。誤差2メートルで、アベレージが20代前半ということなんで、まあ、同価格帯のタブレットと大体似たような GPS 性能かなと思います。ただ、ユニソックは悪いので、これはユニソックではないので、その点はいいと思いますね。それではですね、気になるワイドバインのセキュリティレベルですね。やっぱり10インチクラスになると、少し気になると思います。 残念ながらレベル3ですね。解像度は2 0 0 0る1 2 0 0なんですけども、ワイドバインのセキュリティレベルはレベル3ということです。こちらの端末はですね、この短い方の辺ね、電源ボタンとボリュームボタンがついているんですけども、まあ、これがね、指紋認証センサー兼電源ボタンになっています。今、ロック状態です。それではやってみたいと思います。せーの、ほいっ。な感じですね。もう一度いきます。ほいっ。うん。まあ、そんなに早くは ないけど、まあ、そんなに精度も悪くないから、ただ押しづらいですね。はい。まあ、一応、でもここに指紋認証センサーあるのはいいと思います。ちなみに、顔認証にも対応しています。あと、このカスタムボタンの横に、電球のマークがついたボタンがあります。これはね、最初にも見ましたけど、こちらの背面のね、かなり大きめのライトがありますので、まあ、そちらがつくということです。ちょっと明るいので、向こうを向けてね、やってみたいと思います。それではいきます。せーの、 はい、かなり明るいですね。かなり眩しいです。これもう一回外消すことができます。まあ、これはですね、まあライトはね、アウトドアなんか行けば結構よく使うんじゃないかなと思いますので、そういった部分で専用のボタンが用意されているのは非常に便利だと思います。 それでは横のカスタムボタンの設定見ていいいきたいと思いますカスタタムボタンの設定はですね設定メニューのカスタムキーというところからできます。でこれは以前に紹介したねタフネスタブレット、えー、同じですね。日本語化されておりません。えー、ただ、一つのボタンに対して3つのね機能やアプリを割り当ていることができます、えー。ワンクリック、ダブルクリック、長押しですね。3つ操作を割り当てることが可能です。で設定はですね、まあ、こういった 動作ですねスクリーンショット撮ったり、ライトをつけたりするもの以外にインストールされているアプリを自由に選ぶことができますので、まあ、この辺は柔軟に設定が可能になっております。それではカスタムキーね、ちょっとセットしてみましたんで、やってみましょう。まずはシングルクリック。これライトですね。ここのライトがついているのがかると思います,こう押します。はい、消えました。次はダブルクリックですね。 はい。これはスクリーンショットです。もう一回行きます。ダブルクリック。はい。スクリーンショットです。で、最後、長押し。はい。これはカメラの起動です。まあ、こんな感じでね、自由にこのボタンにいろんなね、アプリを設定することが可能です。それでは、SIM トレイ見ていきましょうか。SIM トレイは裏表ですね。裏表ですけど、SIM カード2枚プラス、マイクロ SD カードが利用できます。だから、トリプルスロットになってますね。 マイクロ SD カードは最大2イトに対応しています。あとバンドですね。対応バンドの方は、えー、13819ですね。まあ、なので、やっぱり au 系は、まあ、あんまり良くないかな。18、26がありませんので、まあ、使うのであればソフトバンク、えー、ドコモですかね。まあ、この辺がおすすめ。あと楽天モバイルのバンドさんも一応利用できます。 それではね、タブレットでは非常に珍しいですね。しかもタフネスタブレットなんですけど、HDMI のね端子がついています。これはフルサイズの HDMI ですね。ちょっとモバイルモニターに接続してみたいと思います。それでは HDMI のケーブルでですね接続をしてみました。こちらのモバイルモニターに、はいこんな感じでですね、まあ、当然ですね、ミラー表示にはなりますけれども、 まあ同じ画面が表示されているということです。まあ、これね、15インチのモバイルモニターなんで、あんまり意味ないかもしれませんけど、やっぱりもっと大画面のね、えー、ディスプレイにまあ表示して、まあ、動画を見たりとかね、まあ、そういった使い方であれば結構便利かなと思いますね。まあ、こんな感じでね、操作するので、ちょっと斬新ですね。下で操作して、こちら側で見るみたいなね、感じになります。それではね、カメラ見ていきたいと思います。まあ、カメラはですね、やはりね、ダフネスタブレットのカメラということで、 まあ共通のカメラアプリですね。一応 AI 撮影とか、美、え、顔、ー、モード、あと5000万画素で撮影するモードなど、まあ、基本的な撮影はできます。まあ、ただタブレットですので、基本的には、まあ、メモ、カメラですね。一応オートフォーカスには対応しています。じゃあちょっとこれで撮ってみましょう。こちらが実際に撮影した写真です。はい。 まあ一応字は見れるけどなんかちょっとピンボケてるような気がするな。手が手ブれしたのかなでも置いて撮ったからね。ちょっともう一回撮ってみようか。それではね、もう一回撮ってみましょう。こちらがね、実際に撮影した写真です。あ、問題ないですね。ちょっと手ブれてたみたいです。はい。メモ的に使う分には、あ、そうでもないかなこの辺ちょっとボケてないなんかちょっと微妙に ボケてるところがあるような気がしますけど、まあもちろんメモ的に使う分であればね、字は読めますけど、なんとなくこの辺とかもブレてるようなね、ボケてるような気がしないでもないですけどね、ちょっとそういうムラがあるようにも見えます。それでは次はですね、インカメラのテストです、えー。オンラインミーティング等で使えるかというところですね。まあ画角はやっぱりタブレット的な画角になってるかなと思います。でなんか意外と明るくは映ってるかなと思いますけど、あとマイクですね。 えー、内蔵マイクといいますか、音声の入り方がどうかっていうのやっぱね、オンラインミーティングが重要だと思いますので、音声の入り方どうでしょうか。まあ一応3200万画素なんですよね。だから画素数は非常に高くなっています。音声の入り方どうでしょうか。どうですか。うん。まあ、普通ではあると思いますけどね。別にすごく悪いっていうことは全然ないと思います。それでは次はですね、この背面につけるね、オプションのパーツ、手持ちですね、つけてみたいと思います。 それではまずはこの同梱されてるタイプですね。まあ一番ベーシックなものになりますけれども、これについてはちゃんと工具とビスも同梱されています。まあこれは一番簡単ですね。ここに合わせてまあビスで留めるというだけですね。それではね、取り付けが完了しました。つけるとこんな感じですね。まあデザイン的にはすごくね、マッチしてるので全然違和感はありません。で、これがちょっとこう。 ゴムっぽいものでねこう伸び縮みするようになっていますのでまあ、この中にまあ手を入れてまあ、こういう感じでね固定されるということですね、まあ、これは普通に使いやすいから、まあ、これはとりあえずおまけでついてるということなんでこれはいいと思いますねどうしてもです、ね、やっぱすごく重たいんでこうなんか手をね握力で使ってこう支えてるって結構大変なんですよねそういう部分でここにこう引っ掛けておけば、まあ、一応落ちないっていうのは すすすごくくね使いいいやなななるんじゃないかなと思いますそれではもう一つですねこちらですねこれはタブレットハンドストラップということで、まあ、以前に8インチのものでもね同じようなものを紹介しましたけどこれはやっぱり大きさがね大きいということでそれ用の ハンドストラップになっています。これちょっとつけてみましょう。これはね、オプションですね、別売りになると思います。それではこれはですね、このタブレットのここに溝がありますんで、ここに合わせて取り付けるといった感じです。こちらも取り付けるとこんな感じですね。まあ、形としては先ほどのやつとまあ似たような感じになります。 ただこれはですね、ここがこう回転できるんですね。だから縦でも使えるし、まあ、横でも使えるという感じです。で、ここはですね、こういう感じで調整できるようになっていますので、まあ、これできつく締められるし、まあ、あとね、もっと緩く使いたいというのにも対応できますんで、まあ、これはこれでまた使いやすいかなと思います。で、さらにここがですね、スタンドになってるんですね。ここをですね、このように出します。こういう感じですね。そうするとタブレットを。 まあこんな形で立てて使うことができます。これ自体がスタンドになってますね。あと、こういうね、オプションパーツもあるんですよ。これすごくないですかサウンドキットということで、しかもこのアーマーパッド3シリーズ専用のオプションのサウンドキットというものです。どういうものなのかは今から見ていきたいんですけど、ただこういうオプションを用意できるっていうのがもう本当にウェフンすごいですよね。まあ、なかなか言っても、 タフネスシリーズ。まあスマートフォンもタブレットも言っても普通のねタブレットやスマートフォンに比べると絶対売れてないやつなんですよ数はそんなに出ないはずなんですよそれに対してこういう専用のオプションパーツを作っちゃうところが売れフォンのいいところそれではね見ていきたいと思います全体の形としてはこんな感じですこれは一体何に使うのかという感じなんですけどまあスピーカーなんでしょうねサウンドキットということなんででここはいかにもタブレットが こうね、置けるような感じになっていて、ここに接点がありますね。背面に接点がありましたけど、まあ、だからこれ専用のまあ、接点だったんですね。これもすごいですよね。でここはちょっと滑りづらい、ゴムっぽいものになっています。だからここにタブレットを置いて、まあ、この周り、この辺がスピーカーなのかなという感じですね。で、一応ここに電源ボタンありますね。それではですね、このサウンドキットとドッキングしてみました。なかなかメカっぽくてかっこよくないですか。こういうタブレット、ちょっと。 見たことない感じですよね。それではちょっと、これでね、電源ボタンあるので入れてみたいと思います。お光ったはあ。RGB ライティング的な、ちょっとゲーミングっぽくもなるということですね。で、一応このボタンをですね、押すごとに、このライティングの設定を少し変えられるみたいですね。今、青だったり。 紫ピンク色だったりまず、あ、こうね順番に変わってますけどこれ押すとほらちょっとこういう光り方になったりとかですねちょっとチカチカしたような光り方だったりこれはオフですね逆に消せるとはいでこれだとやっぱ色は順番に変わっていく感じこれだとちょっと色が混ざったレインボー的な感じですねこの 「どこでも OK」「ドン・ブッカー」「乾杯じゃない」「警戒とされるストレスウーシンプルとさげたいでも使いやすい」「セキュリティーも高い」 サウンドキットをつけてですね、今聞き比べてみましたけれども、やはり音はだいぶ良くなりますね。思ったより良かったらという感じです。で、これね、結構いいなと思ったんですが、まあ、ちょっとね、こうなってくると残念なところは、これってこれで充電できたらもっと良かったなと、充電ドックにもなってて、まあ、ここにねはめることによって、本体の充電もできたり、あるいはその外付けのスピーカーとして利用できるみたいな感じだったら、 まあ結構良かったんじゃないかなと思います。まあ、あとですね、これ結構しっかりついちゃうんですよ。この爪を噛ませてるんで、割とこう脱着がしづらいというところがあって、まあ、しっかりと固定されるっていうところはね、あるんですよ。かなりこうね、しっかり固定されるんで、こんな重たいね、タブレットも全然外れないのはいいんですが、逆に言うと、取り外しがめんどくさいんですよね。だから本当は、本当にこう立てかけるようにパカッと置いて、 すぐ、ね、このスピーカーが使えるようになれば、まあ、本当に音楽を聴いたりするときあるいはその充電ができれば充電と一緒に音楽を聴きながらっていう感じで使うんだったらすごくいいなと思ったんですがちょっとね改良の余地はありますけれどもなかなかこのサウンドキット面白いと思いますということで今日はですねウレフォンのアーマーパッド3プロ紹介をさせていただきましたなかなかですね新しい機能もありまして面白いタブレットだなという印象です まあ性能はそんなに高くありませんけれども、やはり最大のよりは防水防塵対衝撃性能ですね、タグス性能というところです。でもう一つはバッテリーがめちゃくちゃでかいというところですね、3万3 2 8 0ア a h というね、まあ、おそらく最大級のねバッテリーを搭載しているというところがまあ魅力かなと思います。 あとは非常に珍しいですね。HDMI の端子があったりですね。あとオプションのね、サウンドキットという、なかなか他のね、タブレットでは見れない機能、オプションパーツがありますので、その辺も含めて、なかなか魅力的なね、タブレットになっているんじゃないかなと思います。購入先については動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。